ホワイトデーライブの後、あなたに受け取ってほしいものがある。その前にまず私のパフォーマンスを見てほしい。あなたに伝えたい気持ちがある。でもそれは言葉だけではうまく伝えられそうにない。だからその思いを歌とダンスに込める。それをあなたに見てほしい。私の気持ち、あなたにちゃんと届けたいから。